はい、こんばんは。今日第4話の漁業法の話をしていきます。今日はですね、テキストの5ページにありますけれども、漁業権侵害、ね、または組合員行使権侵害というものについてお話をしていきます。ね、要は今漁業権というのを先ほど第、ね、3話でお話したわけで、そういった漁業権を侵害すると、例えばアワビを勝手に取ります、ハマグリを勝手に取ります、ナマコを勝手に取りますというようなことになりますと、いわゆる漁業権侵害罪というのが、適用されることになって、今度令和の漁業法ですね、この12月から適用される令和の漁業法では100万円以下の罰金に処せられるということになっていきます。ね、ですから皆さんがこうむやみにですね、磯に行って伊勢エビを取りました、アワビを取りました、拳を取りましたということになりますと、もしかしたらその100万円以下の罰金というような、刑になってしまう。もっと怖いのはこれは犯罪ということになりますと、前科一犯ということがついてしまうということになりますので、ちょっとその辺ね、軽い遊びの気持ちでというようなことじゃないように、気をつけていただきたいなというふうには思います。でここに書いてありますけども、じゃあ私たちがですね、じゃあこれからのシーズン潮干狩りってありますね。で例えば木更津の方に行きまして、潮干狩りに行くと、入場場所でですね、チケットを売るような場所で、例えば1200円とかいうお金を払って2キロまでは朝で取っていいですよみたいな話があります。じゃあこれは漁業権侵害にならないのかという話になります。いや実はこれ漁業権侵害になっているんで、罰則がかかる場合があるということです。ただ漁業権侵害罪の特徴というのは申告罪というふうに言いまして、告訴、要は漁業権を持っている人がこの人を訴えるぞということになると初めて、罰則が適用されるというシステムになります。ね、名誉毀損罪とか住居不法侵入罪とかそういったものが、申告罪ということになるわけですね。で、じゃあ先ほどのその、潮干狩りの時ですね、アサリを、取っている、ね、それは漁業権侵害なんだけど、それを漁協が訴えることをしない、つまり受任と言いますけども、その訴えないというため の代金として例えば1200円をいただく、受任料と言いますけども、潮干狩りがなぜお金を払ってできるのかといえば、この漁業権侵害の受任料というふうに位置づけられるということになります。例えばアサリを放流しているからだとかね、そういった話ではなくて、この漁業権侵害受任料という位置づけになっていきます。漁業権侵害の対応というのはちょっといろいろここに書いてありますけども、それはまた詳しく、とりあえず皆さんについては漁業権の対象種を取った場合に100万円以下の罰金というのがかかってくるよ、それは申告罪といって告訴も、ね、がないと罰せられないよということになるということになります。じゃあ今日第4話はこれまでですね。それから、チャンネル登録気に入った方はよろしくお願いいたします。